Yoshi. Thank you.
Thank you.
Yoshi.
やはりそなたが一番乗りか。私は執行、力の試練を見届けるもの。よく来た友よ。オリは若葉の精霊だわ。この世界樹と共に生まれ、遥か昔より学びの徒たちの力を試し続けてきたのだわ。 さあ、友よ、檻に打ち勝ち、力を示せ。それこそが力の試練。この試練を乗り越えれば、お前は真の一人前と認められるんだわ。準備は良いな。これより力の試練を始める。 Thank you.
よし。参っただわ。お前、よく頑張った。なかなかいいだわ。 力の試練、合格。 この世界樹は3本目の世界樹。悪しき者たちは何度も地上から世界樹を消そうとしたのだわ。だがその度に勇気あるツスクルの巫女が立ち上がり、世界樹が絶えないように阻んできただわ。折に力を示した者よ、お前も その勇気を忘れない限り、未来への道が途絶えることはないだわ。見事だったぞ。これで巫女姫様から一人前の証を受け取れば、学びの庭は卒業だな。では次、キュウスケとアサナギよ。力の試練はどちらから受けるかね。アサナギからでいいです。 俺は後から適当で。キュウスケよ、お前もそろそろ本気で力の試練に取り組むべきではないか。このままではずっと半人前。守りたい女性がいても守れぬぞ。では朝凪、そなたから始めよう。準備ができたらこちらへ。 見せてもらったぞ。なんだあの必死な戦い方は。僕はもっと鮮やかに勝ってみせる。危ないだわ。いって、この聖なる地に魔性だと。逃げろ、早く。触れたら死ぬだわ。
界中が生きろ世界中檻の力全部やるだわ。若葉の精霊、心配するな。世界樹がある限り檻は死なないのだわ。学びの庭へ戻ろう。ここで起こったことをイズヤノイ先生に伝えるんだ。お待ちしておりました。さ、こちらへ。失礼いたします。お連れしました。もっとこちらへ。し、コウト、若葉の精霊のことは残念でした。
私も風たちのざわめきから話を聞き備えてはいたのですが、魔性からそなたたちを救ったあの大いなる光は世界の中心レンダーシアより放たれました。あの光こそ伝説の勇者が覚醒した証。レンダーシアの地のいずこかに勇者が現れたことを示すものです。そして勇者とは混沌の世に生まれてくるもの。あの光は同時に大いなる闇の誕生を示してもいるのです。朝凪、キュウスケ、そしてそなた、お前たちはあの魔性を前にしても恐れずに立ち向かいましたね。何者をも恐れぬその偉大な勇気はこれからの世に必要とされることでしょう。力の試練に合格したそなただけではなく、特別に朝凪とキュウスケも合格とします。お前たちも学びの庭を出て旅立ちなさい。何を驚いているのですキュウスケ。そなたにも朝凪にもその力は十分に備わっているのですよ。それにキュウスケ、そなたも死コウの言葉で心を決めたのでしょう。はい。勇者の覚醒、そして大いなる闇。世界に何かが起きているんだ。こいつとの勝負なんて小さなことにこだわってる場合じゃない。朝凪、そなたには優れた英知がある。旅をしてその力を育てなさい。そしてこの者の意志を継ぐのです。意志、それは一体。それでは巣立ちの儀を始めましょう。さあ冒険の書を前に。大いなる風の神よ、そして育みの世界中、一人前の力をもてしこの者たちにその証を与えたまえ。一人前の証だ。それを持てば異国の王との謁見も許されることでしょう。その証に恥じぬよう正しき行動を心がけるのですよ。さあ行きなさい。この学問の村が誇る若葉たちよ、そなたらの未来に世界樹と風の守りがあらんことを。俺はユーチャーリンにふさわしい男になってみせるぜ。じゃあね、お先にアディオース。僕も行くよ、世界に起きていることを解き明かすために。そしてさっきヒメア様がおっしゃった言葉の真意を知るんだ。君も元気で、またいつかどこかで会おう。ようやくわかりましたよ。古代呪文の復活に失敗し死んだはずのそなたがなぜこうして生きているのか。そなたの本当の姿はこちらですね。大いなる使命を果たすために魂を救われ、その体を与えられたのでしょう。今は世界を巡り修練を積みなさい。その力を世界の人々のために役立てるのです。そして各国の英雄に与えられる勲章、
キーエンブレムを集めなさい。さすれば必ず道が開けることでしょう。こうして見るとどこから見てもあの子なのに中身は違うんですね。その体の持ち主はエルフの宝でした。我らの先頭に立ち導いてくれるはずの存在だったということを夢忘れずにいてください。そなたが立派に使命を果たせるよう祈っていますよ。浅薙さんたちが巣立ちの儀を終えたことは学びの庭の人たちに伝えました。さあ旅立ちの時です。まずは西へ向かい風の町アズランを目指すといいでしょう。それではどうかお気をつけて。
Thank you.
私は剣士グンザ。力を認められた者の証、キーエンブレムを集めるため各地を旅しておる。しかしこの町の連中は変わり者ばかりだな。風がよどんでいると嘆きおるが、わしには普通の風にしか思えんわ。だがそんな今こそ絶好のチャンスじゃ。ここで領主竹虎様のお役に立てばキーエンブレムをもらえるかもしれんしな。竹虎様の家なら町の一番奥にあるひときわ大きなお屋敷じゃよ。まずはお屋敷の南側にある赤い鳥居を目指すとよい。あとはその先の階段を登って道沿いだ。お主もキーエンブレムが欲しいのならお屋敷で話を聞いてみるのが良いじゃろう。